はい、皆さんこんばんは。というわけで本日の配信始めていきたいと思います。思ったよりもだいぶ夜遅くになっちゃったのでこんな予定ではなかったんですが、もう予定外に遅くなりすぎたので、サクッとね終わらせていきたいと思います。いやー、おかしいねこんなはずでは。とりあえず日課を終わらせましょう。今日はね、ちょっとね、どうしても買わなきゃいけないものがあったので、その買い物やらなんやらしてたり、してたらなんかこんな時間になっていました。不思議だね。私の感覚ではまだ10時ぐらいの気持ちなんですけど、なんかね、時計が壊れてて、なんかね、23時今46分ぐらいってなってるんですよね。なんかね、私のパソコンどれも、パソコンもスマホもどれもなんか壊れてて、なんかね、もうすぐ0時とかなんか言い寄るんですよ。おかしな話ですよね皆さんの時計も壊れてませんか？大丈夫ですか？うちの店には絶対おかしいよ、こんなの。あ、銀さん、こんばんは。今日もね、ニケの配信やっていきまし、いきま自分で聞くな。自分で聞くなって話や。危ない危ない。いきます。いきます。舌が回らなかったでございます。わー、いっぱい来てる。協力してもらってなんとか 10% 入れたから、コアもまた後でホクホクもらえるでしょう。わーい、わーい。いつももう自利品の、なんか、あれこれ自転車操業か、危ない。なんか自転車操業って言いたかったのに、ハムスター操業って言いそうになった。いや、でもまあ、似てるっちゃ似てるか。ハムスター操業。あー、足りない、ハムスター、2ハムスター足りない。違うわ、ハムスターじゃないわ。オーバークロックがね、新しく増えてるんですよね。やりたいよー、やりたいよー。よいしょそうそうそう違うのよ、自転車操業するから、次にね、報酬もらうじゃん。そしたら足りるのよ。で、またこの後も同じようにやって、足りるようにしていくのよ。わかる？これね、高度な計算。あ、来た。これ早速オーバークロックやっちゃう？えい。おー。かっけ、お。オーバークロックモードへようこそ。シミュレーションルームもそろそろ飽きたでしょ？そんなお兄ちゃんのためにオーバークロックモードを用意したの。オーバークロックモードでは今までのシミュレーションゲルームよりもっと難しい戦闘をお兄ちゃんが自分で設定して挑戦できるのよ。ほう、勝手に私の触る場所を指図するんじゃないこういう時天の弱だからさ、別のとこクリックしたらどうなるとか見たくなるんだよね。カカ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 オーバークロックモードでは選択したオプションによってシミュレーションルームの難易度が決まるの。難易度が上がるほど報酬も豪華になるわ。でもその分クリアするのが難しいはずよ。オーバークロックモードのオプションについて詳しく説明してあげる。まずオーバークロックモードのオプションにはいくつかのタイプに分かれているの。私これ頑張って丁寧に読み上げようとしたけど、ええか。みんなわかるよな。みんな読めるよね。なんか読ばなきゃっていう謎の使命感に駆られてたけど、別にいいよね。いいや。もうみんなわかるよね。ラプチャー強化、ニケジャックか、戦闘条件の制約など。なるほど。で、同じタイプのレベルのオプションがレベルに、同じレベルじゃん。同じタイプがレベルで分かれていると。なるほど。はいはい。で、同じタイプのオプションは一つしか選べない。なるほど。ここで選んだオプションのレベルの合計が、読んでる。今読んでるでしょ、ちゃんと。大丈夫、大丈夫。いける。選んだんですね。私と遊ぼだって。
400超えたレベルの2機が400、このオプションは選択解除できない。ほう、戦闘途中に落車の攻撃、あ、ほんまやこれが説明書読まないやつの怒り役ですね。え、おーはー多いな。ほう、あ、なるほどね、なるほどね。はあ、ねえ、いや、わかんないよね。ちょっと、ちゃんとスクロールバーとかなんかつけてくれよって思うわ。はあ。なるほど。はあ。え？どうしよう。え？サブマシンガンか、これサブマシンガンに使用するバーストの2件は、いや、この制約きつくない？上記に該当する機械はシミュレーションルームの適用対象外から除外される。マジで？休暇命令。サブマシンガンリターちゃんとかだよね。これ誰がとかってわかんないよ、ここでね。へえ。選択肢エリアの代わりに、高難易度、何？はぁー。なるほどね。そういうことね。はぁー。へぇー。あ、ちょっと待って、リセットさして、ちょっと調子乗ったから。あー、なるほどね。ちょっと待って、シミュレーションルームを復元して自分の戦闘力見てまず判断するか。まずは普通にシミュレーションルーム行くか。ここまで来れた、戦闘が終わったら起こして。いつものスタメンが、227885やから、その感じでいけばいいわけね。オッケー。227885。みんな忘れないよ。227885。227885。227885。22。あ、間違えた。227885。謎の数字をずっと唱えていく。227885。今ちょっとごめん、雑談できないから、自分の戦闘力をオーバークロックのために記憶しとく必要があるから、あの時折謎の数字を言ってますが、自分の2件の戦闘力を言ってます。気にしないで。227885 227885ひたすら言い続ける。え、な、あれ、ちょ、待って、え、こ、え、じゃあ、え、待って、私、シミュレーションモードしなくてよかったんってこと？オーバークロックモードでやると、シミュレーションモードは免除される？つまり、私、この、シミュレーションモードしなくてよかったってこと？あー、あー、私って、どうして、どうして先に教えてくれなかったんですか。ただの八つ当たりです、いません。そんなバカな、騙されたわ。やるじゃん、インクちゃん、やるじゃん。私をダマクラカストはやるやん。消えてない、消えてない。初心者の方々はやるから、初心者の方々というかね、始めたてはまずやるから。私も今やってるでしょ。でも確かに、いや、でもさ、シミュレーションルームもやってオーバークロックもやるよ、もう確かにきついから、そういう意味では確かにありがとうって話だよね。まあシミュレーションルームいるのってなるけど、
インクちゃんはどっちにもいるから。そうか、そうか、そうか。はあ、なるほどね。はあ、毎日オーバークロックやればいいってことか。私今ちょっと覚えたから227885やったはず。あ、これもあオーバーしてる。だから一番難しいのやついた印象。あ、これ強っ。227885。待って、2278。待って、めっちゃでかくなった、急に。これで、22788。あー、まだいける、余裕余裕。227885。ん227885。無理。無理。高感度ボーナス下がる。制限時間なし、きついな。バースト延長もきつい。なんかこの D テコボードのミクシードポニーテール気は、ああ、なんかめんどくさそうなのが間違いない。クジラ取り。マザーホエールが乱入？だるすぎ！だるすぎ！227885絶対無理や。なんやこいつら。自爆攻撃もだるいな。抱きしめてじゃないよ。なんでこれ自爆攻撃を行うなのに抱きしめてなの、名前が。抱きしめないで。いやー、いや、きつっ。これも結局2278オーバーするからこっちやな。ギュッとかーンそんなギューいらんのよ。これぐらいギリギリ。JP さんこんばんは。今日も、2K のねオーバークロックね、ちょっとやってみるかっていうことでやってます。初めての挑戦。冒険より安定を求めるタイプなのね。おお、ガタガタしてる画面が。おお、こっちかな。負けちゃいそう。何がオーバークロックよ。つまんない。自分で設定したんやろ、オーバークロック。わしは安牌行くやで。こうか。お兄ちゃん簡単すぎる。でもお兄ちゃんが簡単に勝っちゃいそうね。簡単に勝ってええねん。次はもっと性能を上げて挑戦して。これ最後のマックス値を覚えといたらええんか。で次のオーバークロックにそれの値で活かせばええってことやもんね。どうしてオーバークロックなんかができたのかって。リスクに備える必要性が高まったから。なるほど。シェ、負けちゃいそう。なんかちょっとセリフ変わってるのいいね。こっちかな。お兄ちゃん簡単すぎる。正直四角に変えよう。クリティカル率上げよう。あー、別に回復の必要性ないんよな。それで言うなら生存型と。オーバークロックしたのにいい勝負ね。ひょっとしたら負けちゃうかも。レート25死ぬもん。無理無理。へえ。あ、そうか、確かにキャラ変更できるもんねこれで。あー、だから必要に応じて有利なパーティーで行くって感じか。あー、なるほど。確かにそうなりそうだよね。なんか今までのシミュレーションだともう正直脳死で1チームで行ってたけど、オーバークロックは臨機応変にこの時にはこれが出るからこっちの方がいいとかって考えた方がいいんだろうね。私が一番苦手とするやつだな。私そういう戦闘を考えるのが一番苦手なやつですよ。俺はバカだからよみたいになるやつ。私いつも俺はバカだからよ、とりあえずオート設定するぜっていつもやってるから。そういう私にはとても苦手なやつですね。
勉強しなきゃいけないわ。オラバカだからよ。どれ選べばいいかわかんねえけどよ。とりあえずみんなに任せるぜ。後ろで後方腕組み引き感でやる。これは今の戦闘力に合わせた値のにしたから多分いける。これなら幸運のうさぎって言えますよね。ね、いけそうな感じがするね。あれ、ちょっと待ってね、私なんか表示がおかしい。待って。ごめん、なんか表示がなんかおかしかったわ。なんか私なんか下に謎の空間があるなって思ってたら配信画面。ごめん、ずれてたわ。なんかおかしいと思ったらマジでずれてたわ。謎の空間できてた。これってオーバークロックよね。オーバークロックだよ。今回はたくさん遊んでくれるかなって。お兄ちゃんがちょっと言えるね。287770になるから、でもこっちも確か私228775ぐらいの感じの値にしてたの値に調整してたのがプラス、4000ぐらいになってるから、やっぱり自分の戦闘力のマックスので選ぶよりプラス4000が、でもバフがつくからってことだよね。まあでもこれもだからバフの値で計算しちゃうと痛い目見そうだな。今回は当たりが割とあったから、そう考えると、向こうの与えたマックスよりも向こうもバフで4000プラスやってるから、4000マイナスした時の総戦力でいけばいいのか。いや違う違う、4000プラスだ。あのオーバークロックで出てくる値プラス4000の値に調整すればいいけど、今回私は28で6000ぐらいやから、まあどっちも4000プラスって考えたら、まあこれぐらいか。これ厳しいな。途中のパーツンによるでしょ。パーツンが良けりゃいけるけど、そうじゃなかったら死ぬよね。まあ間違いなく、JP さんが言ってるレート25は私死にますね。もう相手がちょってしただけで死ぬよ。あーってなる。さすがにこれはまあオートでいけるね。でも何回も挑戦して何回でも難易度高いほどもらえるっていうから、この感じやと割といけそうな感じはするよね。そうだよね。後ろでの敵を倒さないと。いや、ノアブラでいけるか。はい、後ろのやつ倒しといて。なんかおるな、後ろに。よし、いける。勝った。いけた、いけた。そうか。でも、DTMR とか私、敵の傾向をよく分かってないのあるから、そこら辺考えると難しそうだね。おー、うまいのかな？これ引き継げるんかな？もう一回行ったとき、この値？オーバークロック。おお！引き継げるやん。じゃあ何回か挑戦するのはありっちゃありか。へぇー。今、0度6よ。もうちょっと上げても良さそうやったな。これぐらい？まあ、これも上げてもいけそう。まあ、いけるやろ。制限時間もまあ待ってたし、ちょっと欲張っちゃうか。もうこれぐらいちょっと下げてもいけるんちゃう？ちょっと抱きしめてはね、ちょっと嫌いだから嫌だ。なんかさ、このタイトル腹立つわ。抱きしめてじゃないね。だよね。OKOK。ちょっともう一回挑戦してみるわ。これ、いけるんちゃう？ないね。ちょっと調子乗ってもさ、いける。制限時間短いのは怖いか。でも、もうちょい上げてもいけるんちゃう？な？いけるんちゃう？シミュレーションオーバークロック。レディー。こっちで。今回は簡単に試してみる？どう考えても私が勝ちそうね。お？お兄ちゃんに奇跡が起こせるかな？あれ？
いや、いけるやろ、いけるやろ。いけるいけるいける。いけるいける、余裕余裕。服を汚したらダメですよ。いけるいける、これぐらいのさ、ひねり返せるっていつも言ってたもん。死にそう。よかった。死にそう。助けて。ブラ、助けて。はあ。ひえ。一戦目から死にそう。やばい。やばい。私の初戦力が。カーブな。よし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 。間に合った。勝てた。危ない危ない。誰やこんなんいけるとか言ったやつ。危ねえ。死ぬかと思った。リナちゃんが死ぬかと思った。危ない。緊張した。死にたくねえってなった。危ねえ。どうしてオーバークロックなんかができたのかって。ふう。ちょっとこれは。あかん。これなら私は今回は厳しいと思うけど。いけるいける。これならいける。クイックならいけるやろ。いけるいける。巻き返せ巻き返せ。頑張れ頑張れ頑張れ。やばいやばいやばい。調子乗ってた。ティアナガでいったら勝てるか。アホや、ティア発動するの忘れた。あれ、うちの待って、うちのアリスちゃんどこ、アリスちゃんどこ。あぶねあぶね、なんか配置が違ってて、アリスちゃんどこってなった。今ミシリスバフつけてるからさ、だからミシリスちょっとセットしたんだけど、どうやろう、別にそうでもないか。あー、防御上げとくか、怖いから。兄ちゃん簡単すぎる、いけるやろ。あいつものノリで、いつものノリでやったら、いけると思ったんです。最近運がいいから、運がいいからミシリスバルバフがもらえるって思ったんです。キャンセルできませんか。ほんの一瞬の出来心だったんです。間違ったんです。許してください。やだ、消えたくない。もう 40% もきつすぎる。無理無理。なん信じるしかない。もうこれ信じるしかない。あー、いや最近ガチャ運いいから多分4人は使わない4人が選ばれるはず。まあいけるっしょ。アリスちゃんとかリターちゃんがとかモダニアちゃん選ばれなきゃいけるっしょ。どうしてウォーバーが生きた。あ、よかった。リスクに備える必要性が高まった。あ、緊張した。ちょっとこれ危ないわ。識力テスト危ないわ。これに挑戦するの。これは危なすぎます。こんな服を着て戦えというのかい。セーフやった。危な、緊張した。ゲームをしに行く先生。こうだ。こんな服を着て戦う、これに挑戦するの。いやー、危ない危ない。お兄ちゃん本当に面白い人間ね。マジで焦った。先生、怪我しちゃダメだよ。どうなるか思った。抱きしめてくんが来る。来るな。
入れてててて、でこうして、で、モダニア、よし、オッケー。一旦雑魚を掃討して、で、なるべく撃ち落として、で、どこ見てんのからのパーティー行って、バリア発動してからの、アリスちゃん、よっしゃ、あー、これが実力ってやつよ、インクちゃん、見た、あー、危ねー、これ 40% してたら死んでるかもしれん、あー、危ねー、マジで今私のなんぼやろ。チャージがいいよね、やっぱ。これ誰や。ごめんね。スナイパーについた方がいいから、こっち。お兄ちゃん、簡単すぎる？どう考えても私が勝ちそうね。はお兄ちゃんに奇跡が起こせるかな？奇跡、起きろ。いける、いける、いける。俺はこれで行くんだ。私の血穴を信じてる。もう最終学年だなんて信じられないよ。おお、いきなりまだ始まってないのに急に戦闘開始モード出す。やめろやめろ。で、あれ麻痺してくるから、はい、に行って、で、モダに行ってんで、一斉相当する。はい、オッケー。はい、ここはどこや。はい、オッケーオッケーオッケー。はいはいはい。爆発系が多い。自爆系多い。気をつけないと。危ない。やば、抱きしめたくない。余裕でしたわ。いけたわ。よしよし。いいぞいいぞ。これは順調では。こっち重複すんのかな。あれ、お、いいね、ここまで来たの。よしよし、これってオーバークロックよね。よしよし、 HP はまだあるからスペックアップできるでしょ。いや、わかるわかるわかる、私もそれになって、これは絶対に使えねえってなった。よしよし、これでバフ全部発動するぞ。バフの相乗効果あふれるけど足りねえ。まだいける、まだいける。奇跡を起こしてみせます。皆さんご賞味ある、華麗に奇跡を起こすので GG の準備をお願いします。あ、なるほどね。ドロシーもサブマシンガンじゃないっけ、あれ、あれはマシンガン。で、あ、ちょっと待って、からの学校生活の、ちょっと待ってよ。提督さん、こんばんは。今日は、ニケの、今オーバークロックをね楽しんでいるところです。なんか、あの、自分で難易度をねちょっと調整できるということで、まあいけるやろっていうことで、ちょっと強めの難易度調整してしたんですけど、あの、まあまあいけるやろってことでやってます。このライフル超めんどくさいな。で、アリスちゃんを発動させて、アリスちゃん、アリー、はい、ちゃん、アリー、そうそうそう、 GG の準備を。あー、きたー、やっちゃー、やばい、きついか。とりあえず、そこらのザコ倒して、あのアサルト、よっしゃ、あー、いけた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 、危ない危ない危ない。提督さん、何に参加希望するんですか。はあ、よし、いけました。危ない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 、自分の自分の戦闘力のなんか4000ぐらい上のやつ挑戦しちゃって、ずっとバフ上げても全然勝てなくて買ったけど、いけたね。レイド10に行けました。はあ、どうなることかと思った。
いいですね、順調。溜まってる、かぶってるわ。こうかな。え、よかったんじゃない？ね、最高記録12、いいでしょう、いいでしょう、我ながらいい戦績では。配信いや結構きつかったね、レイド12でもうきつかったな。いやこれはあれか、やっぱもうちょっと考えた方がいいな。ここの攻撃力ちょっと下げて、でかつ違うの、あ、いや好感度ボーナス下がるのきついか、低達ボーナス、いやそれはきつい。制限時間はなんとかなった。いやもう GG のタイミングですよ。クールタイム減少効果受けない、だるいなそれも。アサルトライフルが除外もきついな。他なんか漏れるのあるか。マザーホエールマジでだるい、絶対だるい。これ考えた運営運営強いな。20秒間隔で1体出るポニーテールも絶対だるいよ。これ以上漏れねえのか、俺は漏れねえのか。ラップさんこんばんは。でもね、さっきはね楽勝でしたわ。いやいや、ちょっとねどうなるかなって思いましたけど、まあ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 、まあ、いけないことはなかったですね。待って、これアサルトに、いやいや適当に回答するのやめてください、余裕じゃないです。アサルトライフル私使ってないんじゃないか、これで持っていけないか。ちょっと待って、これ開始にはしない。結構きついよね。待って、バースト、あれサブマシンガンだったよね。そうだよね。で、あー、なるほど。だったら、私あんまりルピーちゃん使ってないからいけるかも。バースト2で、アサルトライフルでしょ。あー、ブラノは編成が使えなくなるんか。でもティアナガちゃんがあるからまあなんとかなるか。ティアナガで組んでやればいけるか。まあそれはね確かにそう。となるとこれはいけるな。ただこれ持っていけるかっていうとちょっと怖いよね。結構さっきの戦闘力強かったよね。死ぬか思った。逆にこうしたらどうだ、戦闘力をちょい下げにして、で攻撃向こうの防御力だけ上げるみたいな。 HP はねあれぐらいの方がいいかも。ちょっと危うかったな。硬い方がいいか、いや硬さよりこっち取った方がいい。 HP 上げるか、いや似たようなもんか。これだったらいける気がする。リサイクル廃止、リサイクルルームで獲得する。いや全盛りはできないんで、あと全盛りしたら私はもう戦えなくなる。これはおもろいですね、ちょっとやりがいがありますね。でも私多分レート13が限度だわ、これ以上上にはいけない皆さんはどこまで行きましたか。ちょっと私はこれ以上無理はできない、ここでストップです。レート13でストップ札を上げます皆さんどこまで行きました。いやあれマックスのさ最終のところでもうなんか戦うとか、あれきついよね。一番レベル5のとこにあるやつきつくないねえ。そうそう、あれやばくない、一番レベル5のとこにある
あの制限えぐくない？全部。あとマザーホイールの乱入とかさ、敵が乱入してきて回復するとかやべえやーと思ってあ、そうか、私つい一部隊で乾燥しようといつもしちゃうから、そういうとこか。なるほどね、その考えがなかったわ。なぜか乾燥させねばとずっと思ってました、一部隊で。確かにね、最初に言ってくれてましたもんね、ギーさんも。あのみんなで、あの枯れてはないと思います。あのしっかりきれいにね、あのお願いして作っていただいた、とっても素敵なもんなんですね。そうか、だから1部隊で行くって考えずに推し部隊2部隊作っといて、何かあった時には交代でとか交互交互でとか、そういう風にできるようにしとけばいいってことね。 OKOK。なんか私いつも一部隊で頑張ろうとか気づいてあったり、それぞれで交互に行く感じだねとか、バラバラに行く感じだねって言ってて、そうだねって言ってたのにさ、私なんもなんかね、一部隊で突撃してするイノシシやってたよね。もうアホだわ、こういうとこがアホなんだわアホなんだわ。これなら母のうさぎって言えます。これから遊びに行くんですか？いや、オーバークロックおもろいね。自分で難易度決めれるってとこがおもろい。アーク最高のエンターテイメント。なってないと思いますよ。ちゃんと花ですよ。ちょっと見えにくいだけで。これでシミュレーションルーム行くでしょ。一生懸命やってみる。で、いや、そうか。じゃあ、あれだね。もうちょっと、いろいろ寝れそうだね。複数部隊で行くって考えたら、もうちょっと上行けそうな気がする。いや、でも私が育ってる子がいるかにもな。でも、あれさ、上に行けば行くほどあれでしょ？もっとスキルもらえるんだよね。だから、一日一回あそこ挑戦するって感じか。上行けなかったらまあ諦めてちょっと難易度下げていくって感じ。あ、でも違うか、あれ隔週クリアでしょ。じゃあ常に上まで行ったレート分はもらえないのか。だから例えば10レート10までクリアしててもらうでしょ。で明日もレート10行ってクリアしても、シミュレーションルーム分のいつももらえるやつはもらえるけど、オーバークロック分で昨日もらえた分と同じ数はもらえないってことだよね。オーバークロックでもらえる報酬は隔週更新、2週間に1回更新ってことだもんね。私ちゃんと伝わる日本語喋ってる。ふんふん、そうかそうか。だから厳選していっていい感じのを残さないといけないな。今までなんか適当にどうせもう引き継いでも次の日やらんからええやろって適当に選んでたけど、そこも考えなきゃいけなくなるわけか。そしてなくなる存在意義、シミュレーションルームの存在意義、悲しい。そうか、本当にいろいろ考えなきゃいけなそうで、おお、ワクワクしてくるね。俺も、私オラバカだからわかんねえけどよ、ムーブが発動しちゃいそう気をつけよう、いろいろ考えてみよう。なんで皆さんも見ててこうしたらどうとかあったら教えていただけるとね、あの嬉しいです。みんなで試行錯誤しつつやれるといいよね。やっぱでもあそこは定番のティアナガ編成とか、やっぱでもあれだよね、いつもの編成っていうよりはいかに大人数をこうバーって相当できるかっていうのが大事な気がする。そう考えるとやっぱモダニアちゃん強いし、レッドフードもそういう意味では強い。あのレッドフードの3のバースト技も強いよね。あとなんかいたっけ、そういうモダニアちゃんと同じような感じの能力も残っていたっけな。どうだったっけ、思い出せない。ちょっと
どんなんおったっけな、なんか似た能力かなって言ってるの。いやでもそれはレッドフードか。レッドフードはでもあれでしょ、範囲内の、スコープの中にいる範囲内の敵バーンって当てるから別にモダニアちゃんとは違うもんね。どうも、野良猫さんなんだよね。あのハロートゥデイズ2K プレイナーオーバークロックモードをチャレンジ チャレンジアフターベリ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 あのインターレスティファンファンファン楽しかったね。あのオーバークロックモードを試して楽しんだ後でございます。ビシャオさんこんばんは。 GG ありがとうございます。楽しんでおります。楽しんで GG。 うん、あーなるほど、やっぱブラノア強いよね。え、ブラノアも強いけどティアナガちゃんも回復強いからあるじゃない。具合大丈夫です、ありがとうございます。おかげさまで大丈夫でございます。寝て元気になり、今日もたっぷりたっぷり用事を済まして、こんな時間にゲームをするという夜更かし悪い状態でございます。そうで新しいモードもチャレンジできたしね。いや今日実装されるね新モードどうしてもやりたかったので。あーなるほどね、ナガちゃんってそういう攻撃力アタッカーでもあるか。いやいや悪ですね。いやー挑発で落ちますねいつも落ちますね。あーなるほどね、確かにそれは強いわ。だからチアちゃんをいかに回復できるかなんだよな。ビンデルさん、ハロー、トゥデイズ 2K プレイナウ。ニューモード、シミュレーションモードニューモードは、さっき試しました。試して堪能したところです。なかなか面白いね。字幕出るからわかるかな。いや、オーバークロック難しいよね。難しいけど、なんかこういろんな作戦考えたりとかするから楽しそう。そうなんか自分で設定できるってとこがおもろい。なんか今までのって割ともう与えられたステージ倒すだったからね。イエスイエス、I think so. Me too. Very very fun. 楽しいよねあれ、自分で設定できるし、あのちょっと難しくなってもなんかなんとかなっちゃった時のこう脳汁ドバドバ感がたまらん楽しいなぁ。いいねオーバークロック。いやーやってよかった、今日配信するって決めてやってよかったわ。みんなとワイワイやるの楽しい。これ案外さ、だからあのね、みんなとこうやりながらさ、もうちょっといつもよりもきつめのやっちゃいますかみたいなやってさ、あの負けても楽しい、勝っても楽しいになるよね。いいわ。私はね、冷凍、13ストップ。because one team go 一部隊で行っちゃったから一部隊だけでなんか謎の自分で謎の制限かけちゃって一部隊で行ったので13レートで終わりました。かっこさんこんばんは、何に参加するというのですやりちょっと頑張ってみるか。じゃあ頑張ってみます。かこさんこんばんは、ビジャオさんも何に参加するというのですか
何も参加できまへんで。今日はね、オーバークロックモードを試して、一応ね、レート13まで行った。乗るしかないこのビッグ…デイト君さんもさっき参加してたでしょ。何かに参加してたでしょ。ちょっと待ってね。飲み物飲みます。一旦マイクオフします。私がいるので絶対負けません。全身全霊を捧げて、ブランとノワールの正体も、ノワールとブランの正体。はい、お待たせしました。何その音。すごい飲もうとしてるやん。そんな音鳴った。びっくりした。ちょっと自分の音声認識ソフトチェックしたわ。ゴッゴッゴッとか音してるんか。しまったな。こう字幕残るからさ、マイクオフにしてプハーとかやってもバレるんだよな。これが困りどころですね。うめーとか言ったのもさ、うみーってなんか残ってるし。なんだっけ、字幕でね、こう字幕の精度が悪いけど、海って出てたのは、うめえって、おいしいって言ってました。デリシャスって言ってました。そう、だからさ、で、しかもさ、最近ね、カメラの精度が上がったから、めちゃくちゃ、顔の向きとか、その表情がね、めっちゃリアルに出るんですよ。だからね、飲んでて、ぷはーってやってたらね、もう顔、そう言ってもらえると助かりますと。あのね、ぷはーってやった時の顔がさ、さっき自分で見て、まるっきり笑顔でぷはーってやってるの出てってさ、もう、あかんって、もうこのカメラあかんってってなりました。精度が良すぎる。助かる。助かるかな。海は飲まない。飲めない。あのね、前もね、ちょっともしかしたら見た人いるかもしれないけど、もう一回自慢させて。新しいカメラになったことで、あの進化、お、危ない、頭に残っている。私がキラキラ、私が頭にあのなったことでね、進化したんですよ。私ちょっと見てください、何が変わったか。もっとなんか、もちろんこの、ね、精度も上がったんだけど、もう一個ね、バージョンアップしてるんです。ね、どう？ちょ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 、みんなね、頭に乗った例が出た瞬間、あの俺も続けみたいな、今なら乗るかもみたいな感じで、カコさんも JP さんも試さないの。違う違う、ちょっと待って待って、プクーって、そうそう、プクーってなるようになったの。水飲んだ時に頬が若干膨らむのって、精度上がったおかげ。そうそうそう、そういうこと、そういうこと。そんなのあった、よく気づいたね。太ったじゃないの、違う違う違う、頬が膨らんだって言ってください。カコさん、それちょっと太ったね。これレディーに対してなんてことを言うんですか。おこです。カービィになれるように、違う違う、カービィにはなれない。可愛いねは嬉しいんですけど、銀さん、カービィになれるようには違う。カービィにはなれないから。ジェイビーさんも、えとか言うんじゃないの。ビシャオさんも、何に参加を。そういうこと。あ、提督さんの一般人モード、ちょっと待ってね。これに、これか？ちょっと待ってよ。
ちょっと勢いでなんかミュートになってたわ。ごめん、ミュートになってた。どう伝わった？ウインクできた？ウインクできてた？なんかね、カメラの精度上がったらウインクできなくなって。ウインク下手くそ選手権に戻ってきちゃったんだよね。前はウインクまたね、上手くなってたのに。違うのよ。違うのよ。かっこさ。違うのよ。あれは間違えたのよ。間違えて泣いちゃったのよね。そう。人間モードになろうとしたら間違えて涙流すのしちゃってさ、涙流しちゃったのよね。こうさ、自分で頬を膨らますようにできるようにはなったんだけど、問題はね、あのね、めちゃくちゃね、口の中にね、めっちゃ息入れて、めっちゃぷくーってしてるんですよ。だからね、結局ね、喋れないんですよね。私のイメージでこう、うん、もんってちょっと膨らませながら話すみたいなつもりだったんだけど、結構ね、頬を膨らますのに、こう、息パンパンに詰めてやってるからね、結構大変です。で、練習した時に、こう、やるとモーンってやってると何ていうの、空気入れすぎると苦しいというか、そう、なんか難しいよね。ディスコード？ちょっと待ってね、配信中だからね、ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、私自分のね、カーソルがね、どっか飛んでくのよ。よく。ちょっと待ってね。はい、空気吸って。思いっきり吐いて。はい、吸って。そのままストップ。うん。って感じ。いや、もうね。マジでね、すごいね、この頬を膨らますのめちゃくちゃね、どうやって出すか練習をしまして、で、空気をね、めちゃくちゃ入れて、こう練習してたら、ちょうどね、その時に、ガラガラガラって、ガラガラって音はしないけど、旦那が入ってきて、もう頬を膨らます私と目が合うっていうね。あれめっちゃさ、恥ずかしかったから、もうーんって膨らんでる時。でさ、なんか数秒間無言で膨らませたまま見つめてたらさ、向こうも、うーんって真似してきてさ、真似するんじゃないよってなった。こらって言って怒った。カーソルが自由だ！いや、うちのカーソル本当自由を求めてね、勝手に飛びまくる。ねえ、うちの旦那推し多いんでね、うち。パンパンに膨らませながら喋れば、いや喋れないのよ。それ喋れたらもうなんか多分違うところから声出てる、耳とか鼻から声出てることになるよね。で、長政さんもアイスフォックスさんもこんばんは。何に参加するというのです、2人とも。みんななんか挨拶の時も入った時にとりあえず参加希望するかになってない？違うからね。参加希望、何かのゲームに参加するために使うんだよ。いやね、ナップさんもね、そう、銀さんもそう、なんだね、なんだかんだ、謎のお茶目さを発揮してね、そう。みんなね、なんかね、昔から配信始めた頃知ってる人はね、割と旦那推しが多いんですわ。刺されませんでした。むしろなんか遠くからぷくって膨らませられた。それがいいね。やばい、急に鼻から声が出せるんです。やばいな、一個黒き出せるのやばいな。あげません。たまに旦那さんくださいって言ってる人いるけど、あげません。え、これすごいね、ウィンデルさんの値25、すごいね本当に。はへー、あ、この値でこれでやったらいけるよってことね。え、でもきつくないこれ。なんか、あ、まあアサルトライフルはいけるんか。この選択でやったらいけるよってことね、ヴィンデルさん。すごいな。
ちょっとまたチャレンジするわ。ちょっと今日はあのオーバークロック疲れしてるからちょっとまたチャレンジしてみる。いけるかこれ。ちょっとやってみるね。また、ディスコードサーバーねやっておりましてね、あのなんと実はロキちゃんのディスコードサーバーありまして、ウィンデルさんがねちょこちょこそこに情報をくれる、コードとかいつもくれるんで、それに甘えて見させてもらってる。マザーホエールいいの？なんかあれすごい邪魔してきそうじゃない？あのそう、なんかウィンデルさんのもやっぱりあのアサルトライフルを入れて、であの一番最後のねあの回復とかをなしにして、あれだね、ドクロとタイマーもマックスにして、マザーホエールと、高感度バフを下げといて、攻撃力がマックスと、あーって感じですね。なるほどね。ちょっと待ってよ。あーなるほど、隠れとけばいいのか。なるほどね。とりあえずちょっと感謝を伝えときまして、待って、私これ今どこまで行った？そうですね、いや入ってるでしょ今なんかふとコメントの声文字見てそうそうそうって返事したけど、提督さんは入ってますよねあとはアークのね、他やってないか。いややってんな。私今日全然なんかやってない。隊員募集行って、ああ面談行ってないわ。危ない危ない危ない。なんか忘れてるなと思ったら面談忘れてたわ。なるほどね。オーバークロックはでもそうか、まあ、じゃあマザーホエール入れるのはありなのか。大変だけど、要はその時にすぐ排除しとけば免れるから、そう考えると楽か。逆に言うと、あの20秒ごとに回復させるポニーテールは入れない方がいいね。あれはもう倒すしかなくなっちゃうから厄介だもんね。倒せないか。これは酒、お酒好きでいいのかしら。で、これはスキップさせていただきまして、今日こそねいや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 そんなつもりじゃなかったんですけど、これねそんなものはいらねえ、全部黒グレンだ黒グレン強いな。黒グレンそんなに強いの？違う違う、そんな面談ないよ。三者面談。ああ、やっぱプラス5のはきつそうだよ。でもプラス5を2つぐらい、さっきウィンデルさんの感じだと入れることで、コア25にしてるって感じでしたね。なるほどね。これどっちだ？待って、今日こそ100、今日、100、どっちだ？いや、こっち。一般モードそう、なんかね別人の感じするでしょこれ耳も一般人な耳を用意しとけばよかったな。ちょっとそこの配慮が足りなかったな。それあったらもう完全に一般人擬態できますもんねそれも今度なんかもしやるとしたら考えとこう。なんかね衣装変えるとか、なんかよくありますよね、新衣装とか。まあないと思うけどね、しばらく。ああ、もうこれは完璧でしたよね。はい。そうそうそう、確かにね。フリーレンで来てますもんね。私もフリーレン編みの、マフラー巻こうかな。なんで魚するの？ JP さん、なんか、魚今日入ってるすごい魚やん。ああ、かわいいでしょ、ルピーちゃん。去年のね、クリスマスで出て、去年って2022年の方ですね。の時に出たルピーちゃん。ナイスね。
ね、あのちょっとあまりにもアップルさんからエチチすぎるって言われてこのフリルが追加された。そうそう、だからエチチすぎてここにフリルをつけることで緩和された。え、これなんて言ってた、聞いてなかった。確かにないかも。この衣装をつけたらバンでしょう。私はそんな衣装ちょっと難しいですね。私がちょっとあの自分に目を当てれなくなっちゃう。一番好きは自由回答しながらさ、あのあれなんだよな。これ好感度50と100なんだよな。あ、これは正解。はい、これ来たわ。ありがとう、皆さんありがとうございます。これは多分あとの6人全員マックス100です。はい、ありがとうございます。皆様ありがとうございます。もう N ちゃんはね、一心伝心だから私たち気持ちが通っちゃってる。本当に朝靴下を置いて眠る日を事前に教えてくれ。いや、用語限定はなんかちょっと違う気がする。これだ。あ、自分が入れる気がするしくれるんですかって言うと思ったら、お知り合いなんですねとか思うの天使すぎるやろ。かわいい、天使だ、心が浄化される。こんなフリフリついたところで、泣きがするのは、気のせい、どういうことや。プール、ホットバス、ビー。確かに。そう、N だ、N ちゃんだ。このね、白い銀髪なのかな、かわいいよね。銀髪なのか、白髪というのかわからんけど。いやー、待って、トーブちゃん結構難しいよな。知ってる選択してくれ。いやー。ブラックマンバってなんだよ。いや、ここはトーブちゃんを信じよう。ブラックマンバ、あ、ヘビ、あ、みんなよく知ってますね。ブラックマンバの毒はガラガラヘビの鳴らし。みんなよくわかってるね。短距離の最高毒は時速20キロですし、だからといって勝つ自信がないわけではありませんけど、あははは。体逃げた方がいい。毒蛇について教わった。あ、待って、これ今50だった、もしや。いや、100だったよね。ちょっと私見てなかったけど100だったよね。いや、100だったよね。理想のタイプ、守るべき人が100なはず、覚えてる。これブラックマンバー言う方が正解。いや、あ、いや私の選択肢が合ってないに違いない。50なんて数字じゃなかった。ちょっと待って。一応心配だからちょっとネットあさらして。大丈夫。正解なはず。よしよし、正解でしたわ。100って出てた。一瞬50出たかと思って焦った。これ、待って。これもうマックスだわ。いや、おかしい。しない。どんなこと？これかな？よしよし。OK。ただ問題はあと一人だな。あれ、うさぎさんっていううさ耳をつけてみませんか。いやー、待って、これの選択わからんな。つけてみようかでいいんちゃうかな。覚えとけって話なんだけど、全く覚えてないよね。いや、ここはノリのいいのが好きなブランちゃんなら、つけてみようかを喜んでくれるんじゃないか。えい、すごく可愛いと思います。どんな色のうさ耳が似合うでしょうか。あ、よし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 。で、
違います違います、全然違います。可愛さが段違いです。マックスウェルちゃんにしようか。ラブリーベビーが最高に完璧に見えてしょうがないんだよね。ベビーはラブリーベビーに足りないもの、何？ラブリーベビー、待って、ラブリーベビーとベビーって何？ベビーはラブリーベビー、私におさみつけるのはちょっと違う。そうなの？そんなことあるかな？最近前ペッパー見たらなんかすごい歌って踊れるアイドルのようになってて、すげえなペッパーって思って見てた。あー最後の一人で50取ったしまった。あの面談マックス全員100を目指してたのに、まさかの最後の最後で失敗。こんなはずではマックスウェルちゃんの理解力あたり、よりによって今回知り尽くしてたラプンツェルちゃんがマックスだったから面談できなかったのが敗因ですね。いや、やられたわ。とりあえずまだ出てないからこっち終わらせて、今日はチャレンジもないから終わらせてと。マジでちょっと久しぶりの久しぶりに面談マックス狙えると思ったのに、つだー。ちょっと募集行ってくるわ。今ね5000あるんだよね。ワンチャンさ、これでいいの来たら波があるかもしれない。これで SSR じゃない、紫来たか金色来たらやるか。神がやめとけと神が引くのはやめときなさいと言ってるのでやめます。今は当たらないぞよって言われてる。でウィークリー更新と。はい、 OK、 日課終わり。元の角と羽を生やしたらなぜかミュートになりました。不思議。ちょっと間違えてミュートにしちゃったちょっとダメだわ、ちょっとやっとなんでミュートになるかが原因が分かったわ。私がミュートボタン間違えて押してた。何をどうしたの？何のお礼ですか？角はマイクだったただいま戻りました。はい、というわけでね、今日の日課はこちらで終了となります。オーバークロックモードはなかなか面白す、いやあれですよね、引くまで引いたら 100% ってやつね。それは違うのよ。それじゃない、そうじゃないのよ。一応スケジュール的に明日はお休みでございますので、明日は配信がございません。木曜日は、夜ね、夜に DVD 配信予定です。早く帰れそうだったら21時とかにやるんですが、ちょっと難しかったら23時とかにちょっと1時間程度ね、DVD のキラーをやろうと思っておりますので見ていただければと思います。ちなみに次のニケは土曜日、15時頃ですね。ストーリー、イベントストーリーをね見たいと思います。イベントストーリーを見る配信したいと思いますので、よければ皆さんその時に来ていただければと思います。夜はどうだったっけな。あ、夜は大丈夫か。ちょっと予定したいだけど、もし予定なかったらゲリラで、デイブ・ザ・ダイバーとか久しぶりにやろうかなと思っております。あとは2ケは日課をやる予定なんで、次の2ケは土曜日になります。明日はちょっとゆっくりお休みしようと思いますので、よろしくお願いします。あとはなんだ、お知らせなんかあったっけ久しぶりだからそわそわしちゃうね。そんなことない。この世の終わりじゃないよ、提督さん。はい。終わりを判断するのが早すぎる。今日は、そう。私ね、ちょっとね、まだ
あの、あれです。あの、前ね、レイドしていただいたのに、あの、レイド、ちゃんと2系だから、レイドしなきゃと思って、あの、できてなかったんですよ。私、今こそしなきゃと思って、あの、前ね、あの、この、2系つながりでね、あの、うさぎちゃん出してたってことで、あの、出していただいた、あの、カフェイン欠乏症さんですね。あの、出していた、多分なんかリスナーさんが多いんじゃないか、ほとんど。な気がしますが、あの、せっかく2系つながりなのでね、あの、レートさせていただこうと思います。あの、今こそ、昨日もね、あの、やろうと思って忘れてて、終わった後にもうガクーってなってたんだよね。今日こそリベンジで、あの、やります。はい。ちゃんと、あの、オーバークロックをね、めっちゃ、これが多分、ちゃんとした楽しみ方だと思う。あの、私はなんかよくわからんままやったけど、正しい楽しみ方ができると思うので、楽しんでいただければと思いますので、はい。というわけで、皆様本日もご視聴ありがとうございました。というわけで、レイド先の、カフェイン欠乏症さんのところに行ってらっしゃいでございます。お疲れ様でした。よければまた木曜日、または土曜日にお会いいたしましょう。参加希望ね、ありがとうございます。だからでも違うのよ。はい。違うの。はい。テイト君さんもお疲れ様でした。参加希望違うのよ。銀さんもお疲れ様でした。ビシャオさんもお疲れ様でした。ありがとうございます。参加希望はね、違うのよ。はい。じゃあ、行きますよ。おつろきでございました。はい。カコさんもお疲れ様でした。じゃあね。バイバイ。行くか？あ、今カウントダウンか。はい、ビンデル様、またね。バイバイ。バイ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 、出発。ゴーゴー、みんなも出荷よ。出荷出荷。これ、あ、いけるな。レード。ゴーゴー。